指導歴は13年目で、学部を中心に難関校の合格実績があります。また私自身医学部再受験の経験があります。私の授業では生徒さんに勉強の楽しさを伝えています。具体的な授業の特徴は、コミュニケーション重視、どう対応する、なぜその回答で解くのか、納得いくまで伝える、この3つです。特にコミュニケーションを通して生徒さんと仲良くなるだけでなく、一緒に学習内容の理解を深めることを大事にしています。そしてわかるから楽しい授業を生徒さんと一緒に作ります。私の授業は生徒さんに楽しい学習体験を提供する場です。実際多くの生徒さんから先生の授業は楽しいというお声をいただいています。成績を上げるのに知識やテクニックは大事ですが、それ以上に大事なことがあります。それは勉強の習慣を身につけることです。誰もが分かっていることですが、なかなかできないですよね。そこを楽しい授業によって後押しします。感情が動く体験があって初めて行動が変わり習慣になっていきます。私の授業では自分にも分かった、できたという体験を提供し、前向きに勉強に取り組む姿勢を見つけます。もちろん授業が楽しいだけで学習習慣の実は増えないので、そこは授業外の発表を知るようにしています。一緒に楽しく学んで成績を上げたい方、お気軽にお問い合わせいただければと思います。よろしくお願いいたします。